席の子覚えてるか？名前は日向大輝。心臓移植が成功した子ね。その事件なら解決してる。犯人は父親。俺はやってない。大輝を殺した犯人が捕まるまでゴミを処理する。田中宗彦、処理水犯罪の前科者だ。息子さんを発見したのはあなただってそうですね。奇跡の子は性的暴行を受けて殺された。子供っていうのはね、うまく手なずければ誰にも喋らない。こいつ絶対やってますよ。私たちが疑われてるってことですか？うちの子の方が重傷だったのに、なんであんたのところに行くんだ。ちょっと犯人が別にいる可能性が高いと考えます。大輝くんを殺したの？さあ、答えを見つけるのは警察の仕事でしょう。大輝くんに心臓を提供した子か。諸星光くん、8歳の男の子です。私の息子だったんだ。血圧は上が60、下は光る。ドナーの子の担当医が大輝くんの移植手術後自殺したそうです。自殺？高木って言ったかな。彼ちょっと問題が多いようだけど本当に大丈夫なの？ほっといてくれよ。大輝くんと会うようになって息子の心臓を奪ったことは許せなくなったんじゃねえのか？このまま逃げ切れると思ってる？こんなことを続けても大輝くんは戻らない。まさか。次の犠牲者が出ました。犯人が捕まるまで俺は絶対に諦めない。